おはようございます、A2。一体。夜破機体 A2 は5分42秒前に再起動された。原因、大型機械生命体との戦闘による過負荷によるもの。くそ、砂だらけで鬱陶しいな。報告、燃料用ろ過フィルターが劣化。砂漠での戦闘時に微細な粒子が内部に入り込んだ模様。推奨、早急な当該部品の交換。交換って言われてもな。レジスタンスキャンプで使用された過去記録を発見。レジスタンスキャンプ。外線の体同士の争い。貴様も機械生命体だろ。生命体に魂なんかない。ただの殺戮機械だ。私の仲間を何人も殺した罪を償ってもらおう。そうですか。仕方ありませんね。それであなたが救われるのなら。殺さないのですか？うるさい。気が変わらないうちにどこかに行け。あなたは。いえ、何でもありません。ありがとうございました。
警告。ろ過フィルターが破損すると燃料供給に深刻な問題が発生。推奨燃料用ろ過フィルターの早期交換。わかってるよ。機械生命体パスカルを中心とするコロニーの座標を確認。マップにマーク完了。うるさいな。生命体だらけ。ここはパスカルの管理する平和的な機械生命体の頃に機械生命体が多数存在するのは予測の範囲内。疑問。ヨルハキ対 A2 の予測能力。そのうちぶっ壊す。植物の樹皮を採取可能な場所をマーク。くそ。報告。平和的機械生命体であるパスカルへの敵意はコスト的に無意味と判断。推奨。早急な友好関係の締結。友好？冗談じゃない。
あの機械生命体のところに行くか。持ってきたぞ。ああ、エートゥーさん、ありがとうございます。今からフィルターを作ってきますので待っててください。飛んだ。パスカルの機関を確認。機械生命体を感知。
るところで初めて余計者ではない人間が始まるか。どうもこのニーチェという人間の考えは深いですね。深すぎて私にはまだ変人にしか見えませんが、さて本だけではなく私もこの世界を見て回らないといけませんね。今日は植物の図鑑を読んで覚えるって約束でしたよね。じゃあ勉強が終わったら遊んでくれる？もちろん遊びますよ。パスカルおじちゃんは嘘をつきませんからね。嘘をつく子は悪い機械生命体になっちゃいますよ。何でしょうか。よし、あとはこれをパスカルのところに持っていけばいいんだな。ああ、ちょうどよかった。頼まれていた素材は今。大変なんです。村人たちが。おい、パスカル、どうした？一体、何が？推測。貴重な情報源である、パスカルに問題が発生。推奨。パスカルの村の状態調査。言われなくても。